されたことある。なんて書いたの、あなた。なんて書いたの。一日解除。誹謗中傷するからだよ。閲覧のこと言ったらサイレンされた。ダメだよ、閲覧のこと言ったら。まるまるに閲覧されてるって書いたらブロックだ。ダメだよ、そこ書いたら。水増しって書いたら。水増し？閲覧水増しって書いたら米版されたの、運営さんに。水増してるじゃんって。政治が始まってって書いたらブロックされた2回ぐらい。嘘、闇じゃんそれ。ふわっちの運営さんがやってんのそれ。政治の方が閲覧置いて書いてブロックされた。そういうこと書いてダメだよ。オツパル？なんで？オツパル？なんで？喫煙するって？なんで？なんで？あ、メガホン。万数11だから。なるほどね。タネゾーンまだ来てないんだよ。タネゾーン来た。タネ取れないと。この腕であなたを守りたい。好きだよ。筋肉ですよ。全部全部筋肉。すごいでしょ。もう脇が締まりません。筋肉つけすぎて。ね、何の練習も運動もしてない。ただ生きてるだけでこんなに筋肉が発達してしまう。なぜかね。すごいでしょ。これ食べづらい。これさ、もっと食べやすい切り方あんのかな、これ。この状態でボンって出されたんだけど、どうしたらこれ食いやすくなるんだろう。食いづらいんだけど、口が汚れるんだけど、かぶりつくじゃん。ここ、かゆくなんだけど。もうちょっと切った方がいいよね、絶対これ。幅が広すぎるんでしょ。もうちょっとこれ細く切ってほしいな。きっとこれ、あ、ブロック状に切った方があった。横に切る。食べづらいんですけど、これ俺のことカバだと思ってんのかな。こんなの4分の1でいいだろうと思った。丸ごと食うだろこいつはって思ってんのかな、師匠は。思ってる？人間じゃねえと思ってんのかな。カバなんだ。ワンチャンこの丸々一個出してやろうかなとか思ってんのかな。
食いづらいよこれ。機長さん食いづらい。こだまだといけるって。ちょっとララちゃん、俺の股間をなんかクン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 してる。ララちゃんやめて、 ずっとクンクンしてる。やめてララ。なんか最近ね、僕の股間クンクンするんだよね。なんなんだろう、どういうあれなんだろう、意味があるんだろう。好きなのかな。お酢の匂いするかな。甘い匂いがする。糖尿だから。これ言ってない。認められた。家族だと思ってる多分。信用がある。今だったら多分お金借りれる。ララちゃんから200万ぐらい。ララちゃんちょっとお金貸してくれる。ララちゃん困ってるんだけど。もう信用してるでしょ俺も多分。ララちゃんお金貸して。あ、ヤオ君からです。食べづらいんだけどこれ。鼻まで汚れるんだけど。お、割る。パソコンとかあるから飛びそう、汁が。ちょっと小さく切ってくんねえかなこれ。顔が入んないんだよね。スプーンない。あ、麦ずちゃん、どん作らすかい。いいのに。気使わないで。頑張ってね。怒ってるの？
おやつ？トイレ行きたいって。トイレある？遊んでほしい？おやつたくさん食べてたって。遊びたいの？シャイ？抱っこしてほしいの？これそんでほしいの？体震わしてる、こうやって機長のとこ行きたいのか？来た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 よ。どういうことや、かまってほしいのこれ。あ、2階に登ろうとしてる。これ機長のとこ行きたいんじゃない？階段のとこさ、フェンスついてんだけどさ、カリ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 やってさ。そういうこと？2階に行きたいのこれ。2階の方見てる。連れてけってこと？2階に？そういうこと？麦ゆずちゃん、10個10倍出すか。麦ゆずちゃん、いいよ、大丈夫よ。ありがとうね。あ、神奈川県なんだ。おもちゃかじってる。一緒に寝たいの？かまってあげて。泣いてる、高い声で。遊んであげたら？どうやって？一人遊びも覚えないとね。ねえ、お留守番もできないと。やっぱり買い物とか行くときあるんだから。あー、ありやす。あ、翔ちゃんありやす。どうでした？前にね、水戸のね、レイカちゃんの家に行ったね。ワンちゃん思い出した。レイカちゃんがちょっと外に出ないといけない用事があった時に、あまりにも甘やかしたんだろうね。もうギャン泣き。バッグ持って鍵持っただけで。あれはちょっとね、甘やかしすぎなんじゃない？そういう風になっちゃうよね。ダメだと思うよ。もう子供みたいに泣くよ、犬が。ちょっと出かけてくるねっつったら、もうギャン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 泣いて。あれダメだよ。うぜえなと思ったもん、あれ。また来た、こっち。俺の膝の上にこうやって。ダメでしょ？甘やかしダメ。どん作らすか。楽しかったです。ありがとうございました。あー、特命さんありがとう。あれ、フォロー外れてません？あ、してくれないのか、この人。フォローしない人なの。やめたんだ。よその人になれるのもいいことだよ。確かに。慣らしていかないとね、いろんな人を呼んでね。誰呼ぶか。いつもなんか食ってるから欲しいだけじゃないかって。そうかもしんないね。カノ呼ぶか。